大変長らくお待たせをいたしました。ただいまよりエネルギー、環境の選択肢に関する意見聴取会を始めさせていただきます。皆様本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。現在政府はエネルギー環境会議において東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえエネルギー環境戦略の見直しを行っております。 6月29日の同会議において2030年のエネルギー環境に関する3つの選択肢を取りまとめました今後本意見聴取会をはじめとした国民的議論を礎として8月にエネルギー環境の大きな方向を定める革新的エネルギー環境戦略を決定し政府として責任ある選択を行いますここで本日のスケジュールをご案内いたします まずはじめにエネルギー環境会議の副議長を務める細野環境大臣の挨拶の後政府担当者よりエネルギー環境の選択肢に関する3つのシナリオについてご紹介を申し上げますその後希望者の中から抽選で選ばれた9名の意見表明者からお一人様8分以内をめどにてご意見を述べていただきますまた全員の意見表明の終了後にそれぞれの意見内容についての ご意見、ご感想がありましたら、お一人様2分以内を目安に、再度、意見表明者9名の皆様からご表明いただきたいと思います。ご来場の皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、意見表明者7番の方は、本日遅れてのご出席となります。ご了承ください。 それでは開会にあたり細野環境大臣からご挨拶を申し上げます細野大臣どうぞよろしくお願いいたしますえ本日は、えー、意見聴取会にお集まりいただきましてありがとうございます、えー、今あの司会の方からありましたけれども8月にはエネルギー環境についてのですね、あの考え方を 政府として責任を持って決めるということになっております。ま、それに当たりまして国民皆さんからしっかりと意見を聞かせていただきたいということで、全国11か所でですね。意見聴取会を開催をしております。ま、今日があの全国の中で、あの2つ目の調子会ということになるわけですが、特に東北地方というのはですね昨年の3月11日の地震津波。 まあそして原発事故も含めたこの大災害ということで大きなですね被害を受けられた皆さんであります、えー、今日の調子会はそういった意味でそれぞれ全国である調子会の中でも最も重要な調子会だというふうに考えておりますのでぜひともよろしくお願いを申し上げます、えー、まずあの具体的なさまざまな皆さんのご意見を伺う前に政府としての,あの現段階での基本的な方向性について少しだけ話をさせていただきたいというふうに思います 原発への依存度をできるだけ減らしていく、まあ、これが東京電力、えー、福島原子力発電所の事故の反省を踏まえた政府の基本的な方針でございます。国民の皆さんの中にも、なるべく原発に依存しない社会を実現をしたい、そういう思いを持たれている方がたくさんおられるというふうに思います。そうした国民の皆さんの思いを理解をした上で、現実を見据えまして、 政府は具体的な道筋を構築していく必要があるというふうに考えております原発依存をできる限り低減していくためには原子力に代わるエネルギーをどのようにするかというのが大事な論点となってまいります原発制限を補う主役は風力や太陽光省エネルギーにしてまいりたいというふうに思っております基本は、えー、原発からグリーンへこの方針で 政府は望みたいと考えておりますその一方で、現状においては、太陽光や風力の価格は高いものになっておりますし、また天候に左右されるという面があるのも、これも事実でございます。原発を大きく減らすということになりますと、グリーンへのシフトをより大きく、そして早くしていかなければなりません。もちろん政府は、先ほど申し上げたような方針でございますので、 その実現に向けて全力を挙げて取り組んでまいりますけれども、大きく変えようと思えば、それには一定のです、ね、時間とコストがかかるというのも、これも事実であります。もう一点、指摘をしなければならないのは、グリーンの開発が思ったほど実現をできなかった場合、その場合には海外からの輸入に頼り、地球温暖化につながる化石燃料に依存しなければならなくなってまいります。 富の海外流出やコストアップにつながり、国民生活や産業活動にも影響が出るのではないかという懸念が存在をしております。その一方で、原発を減らす度合いを小さくする、またスピードを遅くする場合には、大前提といたしまして、国民の原子力に対する信頼というのが本当に回復するんだろうか、この問題がございます。昨日私は、 福島県ののの川川内内村に泊まりまままりりしししてて関係者の皆さんんといいろんな話をしてまいりましたやはり昨年の事故を考えた場合にですね、この事故のリスクをどのように考えるのか、それが回復できるものなのか、そういったことについては、これは真摯に国民の皆さんとしっかりと議論をし、そして方向性を見いしていく必要があると考えております。 こうした点を考えるためにエネルギー環境会議は原発からグリーンへという共通の方針のもとで3つのシナリオを用意いたしましたそれぞれのシナリオというのは原発低減の度合い再生可能エネルギー省エネの拡大の度合いやスピードに関して異なるものとなっておりますまずゼロシナリオはなるべく早期に原発をゼロにするというものであります 次に15シナリオは現存する原発に40年運転制限制度を自然体で運用した場合この数字が、えー、ほぼ、えー、相当するというものになります20から25のシナリオは原子力発電の新設・更新を必要とするシナリオとなっております原発依存度を可能な限り低減していくためには目標を掲げつつ 足元からしっかりと現実的な対応をしていかなければなりません。今回お示しをしました、どのシナリオを選んだ場合であっても、再生可能エネルギーはおおむね30%にしたいと考えております。これは現状、水力を除けば、電源の2%である再生可能エネルギーを20年間で13%から24%に拡大するものでありますので。 原発20基に相当する太陽光発電や水力発電を作るに等しい数字になっております。相当集中的に資本と技術を総動員をし、政策も大胆に組み直し、まあ、国家はもちろんでありますけれども、民間皆さんにもご協力をいただいて取り組まなければならないということになってまいります。我が国は自前の資源に乏しく、これまでも変動する国際情勢や、 技術革新の動向に応じて大きなエネルギー選択の経験をしてまいりました高度成長期には石炭から石油へのシフトをいたしました石油危機器に際してはあらゆる代替エネルギーの開発に努め世界に誇る省エネ国家を築き上げてまいりました、まあ、今回もエネルギー危機とも言うべき状況と言えるでしょうそうした状況の中で 原発からグリーンへのシフトを中核に変化に柔軟に対応できる強いエネルギー構造をぜひとも作っていきたいと考えております原発からグリーンへという新たなエネルギー構造は大きな電力会社任せではなく各家庭が需要家として主体的にエネルギーを選び自ら電気を作っていくその世界へと大きく転換することも意味をいたします 需要家であるお一人お一人の選択の自由と責任が生じてまいります。これまで以上にエネルギーの選択を自分自身の問題として考えていただきたい。そしてシナリオをじっくりと皆さんに見比べていただきたいというふうに思っております。今日はしっかりと皆様の声に耳を傾けさせていただきたいというふうに思っております。そして全国で聴取会を終え、 8月には政府は責任ある選択を行ってまいります国の未来を開くためのエネルギー選択をいかにすべきか皆さんの意見を伺いたいというふうに思っておりますのでまぜひともよろしくお願い申し上げます以上冒頭ご挨拶させていただきますありがとうございました補佐の大臣ありがとうございましたそれでは エネルギー、環境の選択肢、3つのシナリオについて、内閣官房、清水審議官よりご紹介を申し上げます、皆様お手元の資料をご覧いただけますでしょうか。それでは清水審議官、どうぞ、お願いいたします。それでは、資料に従ってご説明したいと思います。 前にも出ておりますが、字細かいので、お手元の方がよろしいかと思います。まず1ページ目でございます。震災前、我が国は原子力を基盤電源とするエネルギー選択を行いました。温暖化問題で世界をリードする、純国産電源であるという認識で、原発比率を2010年の26%。 ここから2030年には45%に引き上げるという、まあ、こういう選択を行ったわけでありますしかし昨年3月11日の大震災それから東電の福島原発事故を受けこの選択を白紙から見直すことにいたしました昨年7月に政府のエネルギー環境会議では原発依存度を可能な限り減らすというこういう基本方針を決定いたしました この方針は共有されつつあると言えますが、どの程度時間をかけて減らしていくのか、どこまで減らすべきか、原発低減をどのエネルギーで補っていくべきか、どの程度のコストをかけて国民生活や産業活動の構造転換を図るか、まあ、こういった点については意見が分かれていると思います。2ページ目 今回、政府が提示する新しいエネルギー選択の方向性は、表題にあるとおり、原発からグリーンへとなります図にあるように原発依存度を低減し、輸入に頼らざるを得ない化石燃料を減らすとすれば、これからの軸は再生可能エネルギー、省エネルギーとなります。 どのようなエネルギー選択を行うにしてもクリーンエネルギーへの転換で成長加速し、事業者がエネルギーを主体的に選択できるエネルギーシステムに変え、こうした改革を国際貢献につなげていく,いくということにしたいと思います。3ページ目に進みます。原発からグリーンへという大きな方向性の下 1> 第1に原子力の安全確保、将来リスクの低減、第2にエネルギー安全保障の強化、第3に地球温暖化問題解決への貢献、第4にコストの抑制、空洞化防止、こういった4つの視点を考えております。こういった視点から 最初はまず第一にどこまで原発依存度を下げていくべきか第二にどこまで再生可能エネルギーや省エネを拡大すべきかあるいはできるのかそれからどの程度のスピード感で原発からグリーンへの構造改革を行うべきかあるいはできるのか、まあ、ここが論点になりますで今回2030年に向け原発提言の度合いや再生可能エネルギー 主エネルギーの拡大の度合いやスピードが異なるゼロシナリオ15シナリオ20から25シナリオこういった3つのシナリオを用意いたしました次4ページ目でこの点を示したのがこのグラフになります電源構成は赤い火力それから緑の再生可能エネルギーそれから紫色の原発という3つからなります 2010年、左側見ていただくと、これは火力がしたいということです、それから現行のエネルギー基本計画、右側ですが、えー、2030年にはえ原子力が中心という、まあ、そういう考え方でした、これと比較して、今回の提示しているシナリオは、いずれも原発依存度を低減していく、再生可能エネルギーを伸ばす、まあ、そういうことでございますが、 シナリオごとにその程度が違うということがお分かりかと思います次の5ページここではあの3つのシナリオとなる原発依存度低減の考え方を示しておりますで、どのシナリオについても第一に徹底した安全対策の強化によってリスクを最小化し第二に使用核燃料や 使用済み核燃料や放射性廃棄物の発生を抑制し、将来世代への負担を低減させ、第3に、安全を支える技術や人材を確保し、開発します。その上で、えー、ゼロシナリオでは、えー、2030年までのなるべく早期に原発比率をゼロとします。えー、核燃料サイクル政策は直接処分とします。えー、15シナリオ、 ここにおきましては2030年に原発を15%程度とします。これは既存の原発に対して40年運転制限制を自然体で運用した場合の数字にほぼ匹敵し原発の新増設が非常に難しいという状況にあるそういう実情を踏まえたものになっております。核燃料サイクル政策は再処理も直接処分もあり得ます。20から25シナリオは 原発を一定程度維持し2030年の原発比率を20から25%程度とします原子炉の新設更新が必要となります核燃料サイクル政策は再処理も直接処分もあり得ます30年以降がどうなるか関心が高いところでございますがどのシナリオについても国際的なエネルギー情勢 地球環境をめぐる情勢、技術革新の動向、原子力に対する国民の信任の動向を把握し、普段に検証し、2030年メドに大きな方向性に関する検証を行います。6ページ目、ゼロシナリオでございます。でこのゼロシナリオは先ほど申し上げましたように、2030年までのなるべく早期に 原発比率をゼロにするという、そういうシナリオでございます。この場合、省エネ性能の劣る製品の販売規制や禁止を含む厳しい規制を広範に課し、経済的負担が重くなってでも、相当高水準の再生可能エネルギーの普及、省エネの推進などを行います。省エエネネはは35% 35%再,再生エネルギーの比率は35とし 省エネも他のシナリオより強化いたします。これによって CO2、それから化石燃料輸入額も他のシナリオと遜色のないレベルまで低くなりますが、コストや経済への影響は他のシナリオよりも大きい傾向となります。 これは原発依存度を着実に下げるシナリオとなっております2030年の原発比率を15%程度とします再エネ、省エネにつきましては着実に実施し再生可能エネルギー30%といたします CO2 の排出量や化石燃料の輸入額はゼロシナリオと同じ程度でありますけれども コストや経済への影響については、えー、ゼロシナリオに比べて小さい傾向になります。でえー、このシナリオでは、えー、2030年までの間、原子力、再生可能エネルギー、化石燃料を組み合わせて使うことになるため、エネルギー情勢や技術革新の変化など、さまざまな環境の変化に対して柔軟に対応するシナリオとなっております。8ページ目、えー、20から25シナリオでございます。 これは緩やかに原発依存を低減しながら、一定程度を維持する、そういうシナリオでございます。原発への新規投資、更新を行うシナリオとなります。2030年で原発比率が20から25%程度、再生可能エネルギー省エネは着実に実施し、再生可能エネルギーは20から30%程度となります。 化石燃料依存度と CO2 排出量の削減を他のシナリオより経済的に進めることができますがこのシナリオでは原発の新設あるいは更新が必要となるため原子力および原子力行政に対する国民の強固な信任が前提となります次9ページいきますここでは原発依存度低減を支える グリーンシフトの具体像についてて整理しておりますまず現状と15シナリオ、それから20シナリオ、20から25シナリオの世界を比較いたします、真ん中の欄でございます。でこの15シナリオ、20、25シナリオでは、再生可能エネルギー30%としております。これは 太陽光や風力が現在、えー、ほぼ原発1基相当分であるところを、えー、20基相当分まで拡大する、えー、そういうレベルでございます。えー、太陽光発電で言いますが、例えば、えー、現状は90万戸を設置されておりますが、えー、これをあの設置可能なほぼすべての住宅の屋根に導入し、えー、1000万戸の住宅に太陽パネルを載せるという、そういうレベルであります。 それからさらに右のゼロシナリオに行きますとさらに再生可能エネルギーは35%という大きな数字になりますので太陽光発電で言えば強度の面から現在太陽光パネルを設置がなかなか困難な住宅に対しても改築、補修をしながら1200万戸までつけるという、まあ、そういうシナリオになっております。10ページ目 ご覧くださいこれは省エネについて現状と15シナリオ20、25シナリオの世界を比較しますと真ん中の欄でございますがこれは設備や機器の入れ替えの際に最新鋭の機器を導入することによって省エネを行うという、まあ、そういうものでございます。 それからゼロシナリオ、右のコラムになりますが、ここにおきましては、規制によって効率の劣る既存の施設、設備、住宅までも入れ替えをする対応が必要となるという、そういうレベルの対策でございます。11ページ、ここでもう一度、各シナリオの電源構成の比較に戻らせていただきたいと思います。 2030年までにどこまで原発依存度を下げ、どの程度のコストをかけて、どこまで再エネや省エネを拡大するか、いわゆるグリーンへのシフトをどうするのかを皆様に問いかけたいというふうに思っております。原発を大きく減らせば、グリーンへのシフトをより早く、より大きくしなければなりません。グリーンへのシフトは誰もが望ましいと考えますが、 大きく変ええようと思えば時間ももコストもかかります一方、原発を減らす度合いを小さくまたスピードを遅くする場合には大前提として国民の原子力に対する強固な信任がなければなりませんいずれのシナリオでも再生可能エネルギー省エネのウェートが異なるためにグリーンの開発が思ったほど実現できなければ 海外からの化石燃料の輸入に頼り、地球温暖化につながったり、あるいは貿易の額が増えたりということになり、富の流出コストアップにつながり、国民生活、産業活動に大きな影響が出るということになります。原発からグリーンへという共通の方針のもと、3つのシナリオを用意しましたが、原発低減の度合い、再生可能エネルギー、省エネルギーの度合いやスピード、 について、どこまで行くのか、よく見比べていただきたいというふうに思います。次、十二ページ、今後の進め方でございます。エネルギー環境会議といたしましては、この三つのシナリオをもとに。国民の皆様同士の対話が進むよう。さまざまな手法を持って、国民的議論を展開しています。国民的議論につきましては、この意見聴取会を全国十一箇所で。 8月4日まで行います、えー、さらに、えー、討論型の世論調査という新しい試みを8月4日5日に行います、えー、またパブリックコメントを8月12日まで行い皆様からの意見を広くいただきたいと思いますその上で8月に、えー、革新的エネルギー、えー、革新的エネルギー環境戦略を決定したいと思います、えー、そこで エネルギー環境の大きな方向を定め、エネルギーミックスの大枠と、2020年、2030年の温室効果ガスの国内排出量なども示します。その後、不断の検証を行うとともに、2030年を目途に、どのシナリオを選択しても、大きな方向性に関する検証を行います。すなわち、国民的議論は、大きな方針が定まった後も続いていくということでございます。 で13ページ、最後になりますが、えーまあ、今回のエネルギーと環境の選択は大変重要な意義がございます、えー。ぜひ皆様方の、皆様方、えー、国民的議論への参加を期待したいというふうに思います。でなおあの、今回の選択に係る一連の資料、それから本資料の中のデータや、計算根拠となったさまざまな経済分析の性格など、 国家戦略室のホームページ、話そうエネルギーと環境の未来で公開しておりますので、ぜひご覧ください。えー、ホームページのアドレス、えー、今の資料の一番表紙に記載されております、w w w d a f f l 選択肢 g o j p でございますので、よろしくお願いします。以上で私からの説明を終わりたいと思います。ありがとうございました それでは続きまして意見表明者の皆様からご意見をいただきたいと思います本日は意見表明を希望された方の中から各シナリオごとに希望者の中から抽選で選ばれた各3名合計9名の方に意見表明をお願いいたします順番はお名前の50音順とさせていただいております 時間の関係上、お一人様8分以内をめどに意見表明をお願いいたします。また、意見表明時間のご参考として、係の者が残り時間を表示させていただきますので、参考にしていただければと思います。意見表明をされる方は、目の前のマイクをお取りいただき、できましたらお名前、お住まい、またご職業など差し支えのない程度で結構でございますので、お話しいただいた上で意見表明をお願いいたします。 それでは意見番号一番の方、一番の方は十五シナリオについての意見表明と伺っております。それでは一番の方よろしくお願いいたします。はい、えー、私安倍と申します。今は東京に住んでます。えー、と家族は家内が一人、子供も二人、まあ極めて標準的な家庭のサラリーマンでございます。で、えー、っと今回ですね、えー、国民的議論をするということで、えー、っといろホームページを見て。 きましたで、えー、っと3つのシナリオ等々書いてあるんですけども今日の資料随分あの数字も出て、えー、分かりやすくなってますがあのこのシナリオを選択した結果ですね我々の生活がどうなるんかというようなあたりがちょっとよく分からなかったなとそこが、えー、っときちんと伝わらないとですね国民の選択の時に後で こんなはずじゃなかったのにななんてことにならないかというところを危惧しております、まあ、そういった点であの意見表明したいなというふうに思って参加してますでホームページ見ました、えっと、10あのどうなるかっていう私たちの生活がどうなるかっていうのはよく分からなくってで かなりあの細かい数字は、ね、よくよく見ていくと分かるんですけど、うちの家内なんかはやっぱりピンとこないというか、まあ、字がちっちゃくて見る気にもならないみたいなことを言ってて、ですね、まあ、そんな状態で選択しちゃうとやばいよなと思って、いろいろ勉強をしてみました。で、その中であの3つ、えーと、話したいなと思ってることがありまして、1つはあの、この経済分析をしているこのモデルのところの話とですね、 2つ目、電力なんかのことと、3つ目、雇用なんかについてお話したいなと思ってます。まあ、ここにいらっしゃる方、皆さんあの、意識も高い方なんで、お分かりなのかもしれませんけれども、まあ、世に出てくというかあの、ここに来られない方も見られるんじゃないかという思いもあって、えー、話したいなと思ってます。 1>, で1点目の,あの経済モデル、えー、分析されてますけども、これ、すべてのシナリオ共通なんですけど経済成長の前提を、まあ、大体1%成長していくという前提で、えー、経済分析を、えー、いろんな研究機関がやってます。なので、えー、あらかじめです、ね、あの1%経済成長するという前提で分析してますので、えー、この 1%, 分、えー、と1前提のもとに、ですね例えば電源構成が原発ゼロだったら、どれぐらい影響出るんだというような形のものなので、財前提としておいてのですね1%成長する、えー、背景というか、基準がっていうかなやり、実際のどうなって1%できるんだってあれは、全然明確になってないんじゃないかというふうに思ってます。であと、気になるのは、ですね、えー、と閣議決定されている、えーと、実質2%経済成長を目指すと。 いうような話もあるんですけどもこれとはちょっと違ってる値を使ってるということですで、まあ、えー、逆にですね経済成長2%前提でやればですねもっと成長するという分析ができるんですねけ答えはそうなるんですただ、えー、今1%で分析しといて本当に2%達成できたらどうなるのというとやっぱりエネルギー足りなくなるということで、えー、先ほど出てたあの エネルギーの比率ですね変わらざるを得ないで、足りないエネルギーどうするかというと、やっぱり燃料を買ってくるしかないんじゃないのかなというところで、えー、あのパーセンテージもどうなるというような気はしています。であと、経済成長するという前提で、えー、と省エネ、まあ進めるのは大賛成なんですけど、エネルギー消費が増えないという前提も実態と合ってるのかな、どうなのかなというたりはちょっと非常に気になっていてですね。えー、どういういうなやり方で 経済成長をさせてエネルギーの使用量を減らすのかと1、1%前提で1.1兆キロワットの電力が1兆キロワットぐらいに1割下げると言ってますけど2、2%目標にしてますが、これどうやったら達成できて、その時エネルギーどうするのかなというあたりは、もうちょっと国民的議論をする前にですね明確にする必要があるんじゃないかなと思ってます。あと、2つ目の電力供給なんですけども、 えと先ほど言った1.1兆キロワットは年間で国で使っているのがまあ下がると10%節電するという,ようなことになってますけどもこれにかかる省エネ投資80兆円から100兆円かかるということになっててこれ、国民一人だとまあ70万から80万円ぐらいお金かかるんですよ、これ、どこから出てくるのかなと。今私の家で 100万ポンと出せとやると非常に苦しくてですね、困ったなっていう状態になっちゃうんですけども。で、えっと、省エネですね、どんどんやっていくべきだと思うんですけども、今、政府の出してるシナリオでですね、省エネ対策、次世代自動車の導入支援とかですね、新築住宅の省エネ基準を引き上げる、そんなことやって実現するというようなことになってますが、車はまあまあねあ、そこそこの寿命で買い替えも進むのかもしれませんけど、うち、あの、 この間、家を買ったんですけど、まだまだローンがあってですね、えー、とてもあの太陽光パネルなんかつけれる状況にはないですし、えー、当時の省エネ基準を満たしてて、当然自然エネルギーなんかも、まあ、有効に使えるようにっていう,うな工夫をした家ですけども、まあ、ローン、まだあのあ当時35年ですね、ローン残ってる家を。 さらにお金かけて省エネ性能を上げるとかって、とてもできないんです、ね、経済的負担が非常に高いというのを、言うたら悪いですけど、強要するというか、そういうな前提のシナリオになっちゃってるということです。本当はあの家を買うときにです、ね、太陽光パネルつけようかと思ったんですけど、やっぱりあの支払えるお金とかですね、そういった話でつけるのをためらっちゃいました。 でえー、そんなのもあって、省エネって、理念はいいし、どんどんやったらいいと思うけど、なかなか事情があって進まないんじゃないかなっていうのを、えー、危惧してますであの。ゼロシナリオに至ってはあの、先ほど説明ありました、耐震補強してまで太陽光パネルつけるって言ってるんですけど、本当に誰ができるんだろうっていうのは、非常に、えー、疑問です。 あと、えー、電力供給のうちですね、再生可能エネ、25から30%近く導入ということになってますけど、これもまあ、当然お金のかかる話で、えー、1人当たり25万ぐらいかな、になるようです。 なので、えー、これ、どうなのかなというところですね、あの再生可能エネが悪いとは思っていません、えーと、非常にいいことだとは思うんですけども、えー、現実的なところが本当に見えて言ってるのかな、どうなのかなというようなところです。あのー、つけるんだと言ってね、国があの僕んちの屋根に太陽光パネルつけてくれたら、それは嬉しいんですけど、結果、それはあのサラリーマンの皆さんの税金を使ってやってるだけなんで、国、 の負担でででもも何そうですけど結局、働く人が負担するというようなことになっているということです。でえー、っとあと、再生可能エネなんですけど、えーまあ、投,投資で先ほど、まあ、省エネとかで、ね、100万円ぐらいということになってますけど、あと、これ付つけたがゆえに今の制度だと電気代がかなり上がるということになっちゃってるんですけども、まあ、これ、 どんだけの人が理解して、電気代上がったらずっと払い続ける、そのあたりはどれだけの人が理解してくれてるのかなっていうのはちょっと不安ですね。で、あとこの電気代払おうと思うと、当然稼いでこないといけないんですけど、えー、これもまた厳しい状況になってるなというのが、えーっ,とえー、っと、ホームページはなかなか見えてないんですけども、書いてありました。で、えー、っと、 で電気料金上がっちゃうとです、ね、当然、日本、技術立国としてものを作って輸出してますけど、あの電気代上がっちゃって、競争力低下してっていうようなことになって、失業率も増えるっていうのところが書いてあるんですけどあまり見やすいところには書いてないですね。だ政府の提示してる案って、経済分析した結果は、電力料金上がる、給料下がる、場合によってはお父さんの仕事なくなっちゃうけど、 なんか頑張ろうねっていうようなふうにしか見えません非常に不安ですであとえ雇用の話ですけどまあ先ほども電気代の話でも触れてますけどやっぱり非常に厳しいというような状況になっていかざるを得ないのかなというふうに思ってますまあ今まであの原子力があったおかげでまあ安い電気で世界と戦ってきた日本だと思うんですけどそれがまあできなくなってえーただでさえ 厳しい就職状況、ますます若い人たちは厳しくなるでしょうし、稼ぐ人がいないと、年金とか生活保護とか、そういった財源もどうにもならなくなっちゃうんじゃないかなというあたりが、ホームページ見てて、非常に見えないのが、えー、国民議論を進めるというえでは、危ないんじゃないかなというふうに思ってます。 でえーっとまあ、15%シナリオということで話をさせてもらうということになってるんですけが、まあ、実はこれ、中途半端なシナリオで、まあ、原子力40年でやめるって言ってるから、まあ、自然体で15分になるんじゃろうなとであと残ったのは自然エネとかで頑張るけど、まあ、電気代は2倍にな,なっちゃうよねって見にくいけどちゃんと書いたし停電,か停電が増えるかもねなんていうのはどこにも書いてないですけど、まあ、しょうがないかと。失業は増えるけど まあみんなでどれか選んでよなんて言,って言ってるようにしか僕には思えませんただいま8分を経過しておりますそろそろご意見をおまとめくださいお願いいたします、はい、なので、えー、まあはい終わりですありがとうございましたそれでは意見番号2番の方2番の方はゼロシナリオについての意見表明と伺っておりますそれでは2番の方よろしくお願いいたします えっと、プレゼンを用意したので、あ,ありがとうございます。えー、私は岡田、仙台在住の岡田剛一と申します。えー、と現在 NPO 法人、それから東北大学の大学院に所属をして、えー、持続可能な社会ですとか環境について研究や提言を行っております。はい。次お願いします。で私は0%を支持します。えー、理由は、えー、核廃棄物もですね、 処分が決定し何も我々は分かっていないということが一番大きな理由ですで今現在でも数万トンに及ぶ廃棄物がありそして福島原発で本当に重さは分からないぐらいありでそれからもし再稼働してこれからやっていくときには毎年また何何,何十トンというのが出てくるとで実際我々 まあ、結構原子力というテクノロジーは古いのですが、えっと、結局、我々手,手に負えるテクノロジーじゃなかったとっいうのが分かってきて土に埋めるしかないでこういったものに本当に我々これから付き合っていくんですかというのが私の一番大きな理由です。はい、でこれはご存知の方あるかもしれませんけれども、えー、とフィンランドにオンカロと呼ばれる、えー、処理施設ができました。 でこれは人間はこれを持っていけないのでロボットを使って地下400のメートルもの岩盤を掘っていくんですがでここにいっぱいになって埋めてから10万年置くという話です。で10万年前っていったら実はネアンデルタウル人がこの世を歩いてたぐらいの時です。でこの施設はおそらく人類が残す最古の建造物と言われると思います。 でなぜフィンランドはここを選んだかというとこの地は10億年間地殻変動がないから起きますとうそういうことまで考えてやったそうです、はい、では日本はどうでしょうこれは、えー、と地震の分布図と原発の位置を世界地図で調べしたものを持ってきたんですけども、えー、日本のところを見るとですね、えー、実は 他の地域とは違って見える化するとですねとんでもないところにとんでもないものが54基もあるということが、まあ、普通他の世界の人が見てもこう目を向くような状況になっているんですで私はこんなの小学校の頃とか学校の時一切見せてもらったことはありません実際この今回いろんなことを調べていても見つけて背筋が寒くなりました で日本列島は先ほどのフィンランドとは違って4枚のプレートの上そのプレートもでこぼこしてるんですけどもこれが毎分毎秒ずっと動いてる上にこれが乗っているんですでこれが今言われたら安全神話の崩壊とかそういうことよりも今そこにある危機だと私はすごく思いますでこういったところをもっと真剣に我々考えていくとですね原発の議論っていうのはおのずと結論出てるんじゃないかというのが私の意見ですはい次お願いします でちょっとまあ非常に恐ろしい話はちょっと置いといてです、ね、じゃあ本当に我々ここで、私が今ここで提言したいというか考えたいのはゼロパーセントっていうのは本当にじゃあ今、いろいろ言われているいろんな負担があってすごい厳しい世界が待ってるのか限られた資源で今まで日本っていうのは生きてきた中で心豊かに暮らすことっていうのはもっと真剣に考え,と考えませんかっていう話です。で 一体その人類の手に負えないようなものをこれから使いながら一体何を我々は堅持していきたいのかというところももっとはっきり話をしたほうがいいと思います次お願いしますで今回のシナリオの前提の条件になっているのが1兆キロワットアワーとでこれは実はです、ね、バブル期の1.2倍の、えー、と消費量です バブルの時期って我々からしたらすごいきらびやかに思うんですけども、今、我々は今度、現在とこれからもあのバブル期よりもさらに多い燃料を使うんですよと、そのためにこういうぐらいお金払っちゃわなきゃいけないんですよって話が実はあります。それでどこも説明されてません、調べないと。でもっと言うと、私が生まれた1970年というところは、今のこのエネルギーの消費よりも半分で暮らしてた、もっと前はもっとそれ以下です。はい。お願いします。 で今我々の大学と私の NPO で90歳ヒアリングというのを日本全国、まあ、宮城から始めたんですけどやっておりますでこれは今や90歳の方というのは潜在に成人されてで成長期に約40歳私の年代そすに一角の大黒柱としてこの日本を支えてきてくださった方々ですでその方々がじゃあそういう今のエネルギー消費の半分以下で暮らしていたときにどんな ことに幸せを感じどんなことに価値を持ってたのかっていうのを今聞いておかないと失われていく知恵なんですね。でこういったものをこれから、えー、と我々は次の世代にまたこれからの文明とか、えー、文化を作っていく上で生かしたいと思ってます。はいいお願いしますで実際に我々震災に遭った時にですね、えー、とんでもないとてつもないガスも電気もない生活を強いられました。 でもそこで見えてきたのは人とのつながりとか暮らし方とかいうものを改めてこう見つめ直させるような体験でしたでいくつか避難所を回っていく中で、えー、気づいたのが90歳ヒアリングで聞いたような生活の知恵とか暮らし方と共通するようなことが元気な避難所では行われていたなというのが見つけました次お願いしますで。90歳の言葉を見るとです、ね、いろんな要素が出てきます。 でそこには本当にこう宝物のような言葉がいっぱい出てくるんですがそれと同時に今の現代の我々のライフスタイルも分析しましたでそこで見て,み見てきたものは我々今の現代人もですね自然とか楽しみそれから社会とのつながり自己実現表現そういったものをすごく重視してるっていうのが分かったんですねそれじゃあそういったものと昔すごい低環境負荷の暮らしでやったものから新しい ライフスタイルをデザインできないかということで、例えば自然と共生した暮らし方とか、そういったものを絵にしてみました。次お願いします。例えばですね、えー、っと、ここに一つあるのは共用電池というものがあるんですけれども、これは実際に実証実験しました。昔、隣近所で醤油や味噌の貸し借りをして、地域のコミュニティがどんどん深まったという暮らし方をされていました。じゃあ、それを小型のリチウムオン電池で、たった 1kWh ぐらいでいいんですけれども、 それをこう皆さんで融通してですね今日ちょっと出かけるからこれ使っていいよというふうなことにしますと、まあ、大体実は20%ぐらい節電ができるとか皆さんやっぱりエネルギーの消費に対してのマインドが変わりますはいお願いしますで昔に比べて今は自然や人がもっと身近に暮らしてました自然に寄り添ったり生かしそれでいなすというような知恵がたくさんあったんですけれどももう我々はこれからものに対する 豊かさではなくてもっと精神的なものもっと今で言うともっとスピリチュアルなものにですね豊かさを求めて享受していくようなことを考えていくようなことを議論するべきじゃないでしょうかありがとう次お願いしますで震災直後電気が消えて真っ暗な夜寒空のところにですね普段見えなかったような星を見,な見,見られた方が多かったと思います本当に夜は本当に夜はあんなに明るくてなくてよかったんじゃないかなと思った人も多かったんじゃないでしょうか 少し暮らし方を工夫したり考えてみ、変えてみれば20%は節約できます。で楽し、そこから新しい使い方とか楽しみ方、苦しい節電ではなくてですね、楽しく節電するというような考え方を我々考えてもいいんじゃないでしょうか。最後、お願いします。で最後に、今我々が選ぼうとしている選択は全世界が注目してます。で、この選択というのは、実は、 電気代が上がるのは嫌だとか、これは嫌だでは進まないです。ある程度、我々国民一人一人、覚悟しなきゃいけないことだと思います。政府はそれをはっきり言ってください。で、そのただ,ただ覚悟の上に得るものはもっと大きいよというビジョンを見,て見せてほしいんです。そして、われに必要なのは原発がなくても心豊かに暮らしていくという決意とビジョン。そして、子どもたち、次の世代の人たちに。 心豊かに暮らせる未来を胸を張って手渡せる、そういうところで本当の豊かさとは何かというのを今、我々これから議論しようとじゃないでしょうか、そして日本人が持っている伝統や価値観を持って、新しい技術や暮らし方を世界に示すことが、我々の自信と誇りを取り,戻せる取り戻せる大きなチャンスだと私は考えます。以上ですありがとうございました ありがとうございました。それでは、意見番号3番の方、3番の方は20から25シナリオについての意見表明と伺っています。それでは3番の方よろしくお願いいたします。あの、私はですね、えー、東北電力に勤務しております。あの企画部勤務でございます。岡野部と申します。あの今日はせっかくあの当選しましたので。 この選択肢に関しまして、会社の考え方をですね少しまとめてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。<laughs> 今回のエネルギー政策の見直しは、東日本大震災を契機として、議論が行われてきたと認識しております。当社においても、この大震災によりまして、太平洋側の火力発電所や、沿岸部の多くの送配電設備などが甚大な被害を受けました。 加えて昨年7月の新潟・福島豪雨によりまして水力発電所に大きな被害が生じたこともあり昨年の夏は産業界や東北地域の皆様に対し節電をお願いし計画停電を実施することなく夏場を乗り切ることができました皆様のご理解ご協力に深く感謝を申し上げます。ありがとうございました当社はこれまで被災した発電設備の復旧や緊急電源の設置など 供給力力の確保に全でで取りり組んままいりました今後も安定供給の確保に向けて万全を期してまいりたいと思いますがしばらくの間は厳しい需給状況が続く見通しでありますお客様には無理のない範囲での節電につきまして引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます今回のの議論はこうした状況もも踏まえ未曾有の災害にも負けず 将来にわたりエネルギーを安定的に皆様にお届けし続けるための方向性を決める大変重要なものと認識しておりますはじめに将来のエネルギーミックスの在り方を見極める上での基本的な考え方について申し上げますエネルギーミックスの在り方を考えるにあたっては我が国のエネルギー自給率が4%と極めて低く原油価格の高騰などの様々なリスクに直面していること またエネルギー自給率が低いことによる社会経済への影響などを十分踏まえる必要がありますすなわち我が国のエネルギー政策については安定供給、環境保全、経済性これはよく言われる3つの E でございますがこれを可能な限り確保していくことが不可欠だと考えますまたエネルギーを供給する際には安全性を徹底的に追求することも重要だと考えますしたがいまして 将来のエネルギーミックスの在り方についての基本的な考え方は安全の頭文字である S と先ほどの3つの E、S プラス 3E の同時達成を目指すことが基本的な考えになると思っておりますこうした基本的な考え方に基づきまして具体的論点に関して4つ、4点お話を申し上げます1点目は原子力発電についてであります当社の例で申し上げますと 東日本大震災において宮城県に立地する女川原子力発電所では地震発生直後から止める、冷やす、閉じ込める機能を確保し現在も安全に停止しておりますまた敷地の高さの確保などにより津波被害を最小化するなど安全機能を確保し震災当時発電所への避難者の皆様の受け入れも行うことができました現在 東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、当社原子力発電所の安全対策を取りまとめ、順次実施しており、今後も最新の知見の情報収集等に努め、新たな対策を策定し、安全性の確保とさらなる向上に経営努力を重ねてまいります。世界最高水準の安全確保にさらに全力で取り組みまして、地域から信頼される発電所でありたいと考えております。 原子力発電は燃料調達の安定性に優れ、発電過程で CO2 を排出せず、エネルギー安全保障や低炭素社会の実現の観点からも引き続き必要だと考えております。将来にわたって安定供給を確保していくためには、火力発電や再生可能エネルギーなどとともに、先ほど申し上げましたような安全対策を着実に実施し、安全確保を大前提に、立地地域との共生を図りつつ、 原子燃料サイクルとともに原子力発電を今後も一定の割合で活用していくことが必要と考えております。2点目は火力発電について申し上げます。火力発電は基幹電源としてのみならず再生可能エネルギーの出力変動に対するバックアップ電源としても重要でございます。コストや燃料調達の安定性、環境性、負荷追従性などを踏まえ石炭、石油、 LNG をバランスよく組み合わせて活用していくことが重要と考えます。3点目は再生可能エネルギーについてであります。再生可能エネルギーは CO2 を排出しない純国産エネルギーでありまして、東北地域は再生可能エネルギーのポテンシャルが高いと言われております。東北電力企業グループとしても引き続き再生可能エネルギーの利用拡大に取り組んでまいります。一方で 再生可能エネルギーには技術面の課題やコストが割高であるという経済面の課題がありますさらに大量導入には大規模送電線などの増強が必要でそのために相当のコスト負担が必要になります今回の再生可能エネルギーの導入量が適切な規模なのかどうかこれは十分に見極める必要があると考えます4点目といたしまして地域経済や生活への影響について申し上げます エネルギーは東北地域の経済生活のインフラとして必要不可欠なものでありエネルギー政策の見直しは地域経済や地域の皆様の生活に大きな影響を及ぼすものであると考えております国の総合資源エネルギー調査会基本問題委員会では今回の3つのシナリオのいずれにおいても電気代が大幅に上昇する上に経済成長を表す GDP が自然体ケースから減少するなど産業や経済 国民生活への大きなマイナス影響が試算されておりますこうした影響は地域においても同様に現れてくるものと思いますが特に東北地域は他地域に比べ人,人口減少のスピードが速くなっております加えて東日本大震災により地域経済は大きなダメージを受けました被災地の復興もちについたばかりであり経済基盤の回復には時間がかかりますまたたこうした東北の復興を 順調に進め従いまして、今回のような検討にあたっては、将来展望だけではなく、今ほど述べたような東北地域の現状も勘案し、エネルギーの安定供給に向けて、経済活動や地域社会への影響、国民負担の観点を十分に考慮いたしまして、東北地域の経済や生活に大きな打撃を与えたりすることのないよう、慎重にご議論いただきたいと考えます。 以上、これまで個別論点について4つ申し上げてきましたえ先に申し上げました基本的な考え方とこの4つの論点に関する考え方に基づきましてえ3つの選択肢のどれか1つを挙げるとすれば実現可能性や国民負担等の課題が解決されるといった条件が整えば20から25シナリオがえ最も当社の考えに近いものとなりますえ最後にに当社は安全確保を大前提に 安定供給、環境適合、経済性の同時達成により、東北地域の豊かな暮らしに必要不可欠な電気をお届けすることを使命といたしまして、事業活動を行っております。今後も地域のエネルギー利用効率向上に貢献するとともに、電気の供給を通じて、地域の発展に貢献してまいりたいと考えております。ごごご聴あありりががととううざざいいまましした。た。以上でです。それでは、意見番号4番号の方。 4番の方はご静粛に願いますご静粛に願います4番の方よりご意見をいただいてまいります、はい、ではです、ね、ご紹介いただきましたあの私東京から参りました会社員の品川と申します 今回の意見表明についてはあの、月曜日に申し込みをしまして、それであの金曜日の早朝、えー、電子メールで当選の連絡をいただいております、でそういう意味ではあのちょっと準備時間があまり十分じゃないんで、ですねあのきちっとまとまっておりませんけれども、あの私の,コメンあの今回のシナリオについて、ですねあの意見を表明させていただきます、はいえー。エネルギー政策を白紙から見直すすためにですね 会長の皆様大変恐れ入ります本日は広く皆様のご意見をお伺いする場でございます <laughs> 意見表明者9名の皆様のご意見を伺う場でございます大変恐れ入りますがどうぞご協力をよろしくお願いいたしますいや大臣の話も聞こえないあんた喋るから、うん、あんた喋るな <laughs> 大臣今喋ってるな私はこれ以上は途中では突き挟みませんのでぜひご静粛に聞いてくださいで場所できちっとですねまとものやつ出せよきちっと聞いていただけない場合については残念ながらいろんなことを考えなければなりません <laughs> そこはまず冷静に聞いてくださいそれはぜひお約束いただけませんか いや、冷静だよ、東北はみんな冷静だよ、こんなんじゃねえなうん、いや、落ち着いてるおかしいよ、意見聞くっつったんだろうが、最初に、よろしくないって、大臣、皆さんの説明を冷静に聞いな、じゃそもそもがおかしいんじゃないですかって、人選からして、大体さ、ね、大体さ、今日この回あるのは、みんな分かってないよ、東北の人。

で今回のですね一連のエネルギー政策を白紙から見直すということについてまあ、あの非常に長あの長時間の議論を通じてですねようやくあの三つのシナリオを作っていただきましたあの政府の関係の各種の専門家委員それから関係者の皆様のですねやっぱりどるあのご努力にはあの非常に感謝をしてあのさせていただきますまたあの検討の終盤にあたってですねこのような形であの一般国民からの意見表明の場というのを設定していただいたことこれについてもですね非常に感謝をして であの私、東京電力の管内に住んでおりますで昨年です、ね、計画停電ですとかあるいはその後の厳しい節電ということであの通勤をはじめとしてです、ね、日常生活に大きな影響が出ましたでまたあの子どもが塾に通っているんですけども夜、あの街灯が目減りした中です、ねえー、ちゃんと帰ってこれるかそういうことをあの非常にあの毎日心配する日が続きました。 で決してあの贅沢を言うわけではございませんけれども、やっぱり電気がないということはあのな、電気がなくては、今の現代社会ですとか、あるいは大都市の生活中には成り立ちませんで、必要な電気を安心して使えないということがです、ね、どれだけ毎日の暮らしに不安を与えるかということを、昨年、本当に強く実感いたしました。し15ですはい でそういう中でですね、このように日常生活に欠かすことのできないエネルギーや電力供給の将来について、判断を先送りし、このような不透明な状態を続けるのではなくてですね、現在、あるいは将来の日本全体にとって何が必要かという観点から、政府として責任のある政策を示していただくべきだと考えています。安定供給の要となる大型電源の整備には、10年単位の時間が必要と言われております。 でそれを実現する民間企業の積極的な投資を引き出す適切な政策が展開されなければです、ね、足元のこの電力不安が長期間続いていきその結果として日本社会の基盤が揺らぐことにもなりかねません。ということであの今回、まあ、あの3つのシナリオですけどもその中であのあの責任を持って将来安心できるようなシナリオを選択していただきたいと思っております。 で次はです、ね、あの3つのシナリオを提示されたんですけども、まあ、この中でやっぱり共通していくつか,あのか問題があるんじゃなかろうかというふうに考えております。 今回、この公聴会を前にエネルギー環境会議のホームページに各種の資料がアップされておりますけれどもそこではやっぱり電源構成に占める原発や再生可能エネルギーというところに非常に焦点が当たっておりましてそれ以外の影響というのが必ずしも明確になっていないんじゃないかというふうに考えています。 で一つあのまあ、その中で特に3つ、今日はあはお話をさせていただきたいんですけれども、1つは経済成長の見通しについて、であの今回のシナリオについては、すべて1%のし成長、あるいはあの2030年に今よりも2割経済が成長するということがスタートラインにあのされておりますけれども、それは必ずしもあの今まで言われてた政府の経済成長戦略とです、ね、マッチングしていないんじゃないかろうか、そんなふうに考えております。 私の子ども、今、就職を控えた大学生が2人おります、また故郷にはです、ね、年金を頂い,いております母親が1人で暮らしております。ということで、今後も引き続き日本が成長していくという、そういう明るい未来を期待しておるんですけれども、そういう持続的な経済成長のためには、どうしても電力をはじめるとするエネルギーの安定供給っていうのは、不可欠な条件だというふうに考えています。 低めの需要量を前提としたエネルギー戦略に基づいて供給構造を作っていくということが長い目で見て日本の経済成長の足かせになるそんなふうなことがもし起き,起きるんじゃなかろうかその点についてやはり政府のご見解をお示しいただきたいと考えております2つ目のポイントとして温,暖化温室効果ガスの削減に関する目標こちらがです、ね、3つのシナリオによって原発比率に当然大きな差がございます ところがあの、結果としての温室効果ガスの削減量というのは、まあ、23から25ということでほとんど変わらないということで、えー、本来、えー、温室効果ガスの排出目標あるいは温暖化政策の目標というのは電源構成をはじめとするエネルギー政策とは、えー、切り離すことができないはずなんですところがです、ねえー、のそういう中で、まあ、結果的に同じような数字になっているというのはやや。あのー もう少し詳しい計算をお示しいただきたいなと思っております。で今でもあの日本のエネ,ル、えー、エネルギー効率、こちらはです、ねえー、世界トップレベルというふうに言われておりますが、まあ、そこからさらに省エネを進めていくというためには、もちろんただではできない、あのやっぱり相当なあの費用がかかるかと思います。もちろん省エネをすることで 一部は、あの投資はの一部はあの燃料費の節約という格好でかあの回収できるかと思いますけれども、まあ、必ずしもすべて回収できるわけではない何がしかの負担は残るそういうところであの今後社会保障ですとかそういういろんな政策課題あの負担が必要になってくると言われている中で温暖化政策にあの無条件にプライオリティが与えられるというのはあのちょっと 違ううううんではななかかろうかなというふうに考えてますそれから先ほど清水審議官のご説明の中でこの今回今日のお配りいただいた資料の10ページに省、ね、エネの省エネルギーの推進ということでこれからやっていくべき省エネについて簡単にまとめていただいておるんですけどもこれちょっと字が小さいんですがよく読むと結構すごいことが書いてありまして。あの 省エネルギー効率に劣る製品の製造や販売を禁止するですとか、あるいはそういう建物について、アパートやマンションについては賃貸も禁止するというような、結構踏み込んだ内容になっておる、あるいはあの個人生活に直接絡むような部分が書いてございます、そういう格好で本当にそのようなものがあの受け入れられるのか、実現していくのか、そこは非常に心配するところでございます。 こういうふうに、ただ一方で供給力については、この省エネが進むものだという前提で整備されていくとすれば、結果的に省エネが進まなかった場合には、やはりあのエネルギー供給がネックになって、経済成長に足かせがはめられてしまうんではないかなその辺をあの危惧するところでございます。最後ににになりまししたけどもあの今回ですね6月8日にあの野田総理から大井原発を再稼働するということに対して、えー 非常にあの力強いメッセージ、えー、国民生活を守ることが判断の基軸というようなですね非常に力強いメッセージが示されました、今後、ですね政府の関係の方におかれましては、このような政府あの総理のメッセージを重く受け止めていただいて、ぜひともあの責任のある政策をあの構築していただく、そういうことをあの期待いたします、よろしくお願いいたします。ありがとうございました ありがとうございましたそれでは続きまして意見番号5番の方5番の方はゼロシナリオについての意見表明とお伺いしております5番の方お願いいたします仙台在住の杉山と申します職業は大学職員です先ほど岡田さんの方から話があったこととかなり重複しますが私もこれから述べる5つの理由からゼロシナリオを支持します 第一の理由は言うまでもありませんが、日本が地震大国であることです。私自身、昭和53年の宮城県沖地震と、昨年の東日本大地震という2度の大震災を仙台で経験しました。日本は先ほどの絵でもありましたが、複数の大陸プレートが接する境界線上にあるために、世界中で発生している地震のおよそ10%が、この小さな島国に集中していると言われております。アメリカ地質調査どの統計では、過去40年間で、 マグニチュード5.5以上の地震の数はイギリス、ドイツ、フランスで0回、アメリカで西海岸を中心に63回、そして日本が93回です。面積値でいうとアメリカの37倍になります。原発が多く立地しているヨーロッパやアメリカ東海岸は地震の少ない安定した地盤が選ばれているのに対し、日本だけが大陸プレートに接する極めて不安定な場所に原発を集積してきました。一方で、 使用済み核燃料を地層深く埋めて処分する方法について原子力委員会が検討を依頼した日本学術会議の結論は安全性の確保も受け入れ先を見つけることも難しく方針転換が必要というものでしたつまり地震大国日本においては原発を運転することも使用済み核燃料を地層に処分することもいずれもリスクが高すぎて選択肢足り得ないということです 第2の理由は人は間違いを犯すという当たり前の事実です福島は人災であったと国会事故調査委員会で、えー、結論づけられていますがそもそも100%のリスク管理の徹底を長期にわたって継続することができると考えることに無理があります気の緩みや単純ミスだけでなく2030年頃には今回の教訓も薄れ再び経済性を優先した安全対策の軽視が行われること 行われないと誰が生きでしょうか東日本大震災の翌年には早くも大井原発が再稼働されました防潮堤のかさ上げやベントフィルターの設置重要免震塔の建設といった安全対策は先送りされたままです原子力規制委員会も立ち上がっていませんし活断層が直下にある危険性を指摘されながらもその検証さえ実施されていませんこのような政府や電力会社が今後長期にわたって 徹底したリスク管理ができるととても思いません第三の理由はトータルコストです。今回の比較資料では、ゼロ資産用についてはコストアップ要因のみが計上されており、20から25%資料についてはコストアップ要因が何もないかのような印象を私たちに与えます。つまり、原発はとにかく安い。それを減らすと国民の負担が増える。それで本当に良いですかという資料構成になっています。本当でしょうかこの総括表のどこに、 数十万年スパンでの安全管理コストが計上されているのでしょうか重大事故時の保険コストは全額計上されているのでしょうかそれらが全て原発の発電単価に組まれているととても考えられません。8.9円バーキロワは,は,はあくまでも加減であり、上限は示せないという説明だったかと記憶しております。私にもこの地震大国で数十万年スパンで安全な地中埋設管理を行うコストを計算することなどできません。ちなみに、 映画、A が先ほどありましたが10万年後の,の安全で取り上げられたフィンランドの巨大な艦を受け、オンカロは、えー、オンカラでさえも処理可能な量は9000トンに過ぎません。日本においてはすでに1万4000トンほどの核廃棄物が原発敷地内のプールなどに保管されています。許容保管量は2万トンですので、20から25%シナリオに沿って原発を動かしますと、毎年1000トンずつ増えますから、6年で満杯になります。2030年には3万2000トンに膨れ上がり、 その後、40年かけてゼロにしたとしても、トータルでは5万2000トンという、途方もない核廃棄物が残されます。温から6カ所分の核廃棄物を数十万年スパンで安全管理するコスト、これを負担する仕組みを分かりやすく示せば、安易に原発は安い、それを減らすと国民の負担が増えるとは言えなくなります。つまり、再生可能エネルギーや火力発電コストは一括払いなどに対して、原発コストは親子三大ローンよりも始末の悪い数十万年ローンと言えます。 標高931メートルの六甲山も100万年前は海だったそうですがこうした地殻変動が十分に起こり得る地震大国日本で常に心配し怯え安全管理し続けなければならない各,各廃棄物の量を増やすことは将来世代が負担する精神的物理コストとしてあまりに大きすぎると言えます未来から私たちに請求書が送りつけられたとしたら一体いくらと書かれているでしょう第4の理由は 省エネ節電産業が成長することです。特にゼロシナリアを採用することで、再生可能エネルギー産業の成長だけでなく、省エネ節電意識は高まり、世界をリードする省エネ節電産業の成長育成につながるものと考えます。これこそ、将来世代への生きた投資と考えます。なお、2030年の電力需要について、 えー、GDP が2割以上増える見通しの中で、現状より1割減は意欲的な目標と書かれています。これまで人口増加時代においては GDP も右肩上がりでしたが、こう数年、人口が増えなくなった近年は GDP も頭打ちになっています。今後、2050年に向けて人口が3割減ると予測されている時代において、GDP も人口に沿って減少すると考えるのが自然ではないでしょうか。つまり人口が1割程度減少すると予想されている2030年においては、 GDP も1割程度減少し、少なくともゼロシナリオにおいては、電力需要はそこからさらに20%の省エネ節電をすると3割減少すると予測されます。すると、ゼロシナリオにおける再生可能エネルギー発電35%という比率は、総需要が70%に減った上での35%ですから、現在に置き換えると24.5%にすぎません。つまり現在の再生可能エネルギー発電量を3.5倍にするのではなく、2.45倍の 2380kWh にすれば達成可能な数字となります。これは震災前に作成されたエネルギー基本計画で控えめに見積もられた再生可能エネルギー発電量 2140kWh とほぼ同じ数字です。と同時に化石燃料発電65%も現状維持ではなく3割減となりますので化石燃料輸入額も3割減の12兆円となります。最後の理由は倫理的な問題です。 理由1より明らかなように地震大国である日本において無謀にも原発を動かし続けることは国際社会に対する背信行為と言えます率先して地震発生確率の高い地域からの撤退を表明することが国際社会における日本の責任ある行動ではないでしょうかまた理由3より明らかなように私たちの世代が繁栄を享受したいがために将来世代へゴミを送りその付けでエネルギーを浪費することは現代人のエゴ以外の何者でもありません 大量生産、大量消費、大量廃棄になりてしまった私たち日本人がライフスタイルを見つめ直し、無駄を省く生活に戻るラストチャンスかもしれません。今、小学6年生の子供が2030年には30歳になっています。その時に核のゴミが倍に増え、止められない原発の不安にさらされた生活を送っていたとしたら、今日のこのビデオをどのような思いで見返すことでしょう。将来世代のために責任ある判断と行動を政府に望みます。 以上私の意見ですありがとうございましたそれでは意見番号6番の方お願いいたします6番の方は20から25シナリオへの意見表明と伺っておりますそれでは、はい、お願いいたします東北エネルギー懇談会の専務理事をしております関口と申します 同じ仙台市太白区の方に私は住まいをしております。意見を述べさせます、述べ,て述べさせていただきます、機会をいただきまして、本当に感謝を申し上げたいと思います。まあ、座らせていただきまして。まずあの結論から申し上げたいと思います。今回提示されております3つの選択肢を前提に、2030年の エネルギーの姿を考えました場合に、最終エネルギー消費が19%も下がるというのは、今ほどの話とはちょっと違いますが、大いに疑問を感じますし、再生可能エネルギーを期待値も込めて大きく見積もりすぎてはいないのかという印象を強く持ちます。従いまして、あえて選択をすれば、20から25のシナリオを国家のエネルギー戦略として選択することが妥当ではないかと私は思います。 まずあの、福島第一原子力発電所の事故についてでございますが、これは起こしてはならない大事故でございました。今回原子力の事故で今なお福島県の方々を中心に、実に多くの方々が故郷を離れておりまして、避難生活を余儀なくされておりますことにつきましては、心からお見舞いを申し上げたいと思いますし、一日も早く故郷への帰還が可能になりますよう心から願っております。 で今回の事故以降、原子力発電所の安全につきましては、この度の事故を誠に大きな教訓として捉えまして、新しい知見を加え、関係機関の指示のもと、30項目にわたります改善が逐次加えられておりまして、各原子力発電所のシビアクスデント対策は、私は一層強化され、安全は3.11に比較をしますと、格段に向上していると、自分は考えております。 このことを念頭に20から25をシナリオを選ぶことが客観的に見て、総合的に見て、また中長期的に見て妥当だと思います。その理由を3つほどお話を申し上げたいと思います。えー、まず第一でございますが、安全、安心の確保を自明のこととしまして、何と申しましてもエネルギーは、これは安定供給が不可欠でありますから、輸入に依存せざるを得ない国情にありますだけに、 え、多様な選択肢の中から初めから原子力を除く、あるいは残減させていくということは私は現実的ではないと考えます。原子力ゼロの選択肢はもちろんでございますが、将来明確に残減させていくというシナリオもございまして、これは優位な人材、 の確保の観点からも明らかにマイナスとなりますし、これまで長年積み上げてきました膨大な基盤技術が失われることになりまして、エネルギーの長期安定供給の確保という観点に立っても、これは私は問題だと思います。また、将来にわたり増大し続けます世界のエネルギー需要でございますが、我が国は残念ながら依然として膨大なエネルギー輸入国であることは変わりはありませんから、 原子力の選択肢を外してしまえば、エネルギー輸出国との間におけるバーゲニングパワーを弱めることになりまして、結果として高いエネルギーを輸入し続けることになることは必要でございます。こうしたことは国益を守っていくためにも、ぜひとも避けていくことが私は必要だと思いまして、25から20、20から25のシナリオに妥当性があると思います。その二つ目の理由ですが、 再生可能エネルギーを開発促進していきますことは確かに産業の育成にもつながりますし意義があることと私も思います。しかも基本的に全量の買い取り制度がスタートしましたので普及を進めるための確かに経営的な基盤は整いました。 しかしながら目標とすべき再生可能エネルギーを普及させるとなりますと実際には天候や地形のみならず風力の場合ですと風景あるいは景観、温泉地との利害調整など思いのほか高いハードルがございまして実際太陽光を除けば相当程度導入には時間が実際かかりますこと自然条件に左右されますことから依然として高いコスト高コストでありますこと さらにエネルギーの出向上にはまだまだ課題が多いことなどがございまして、問題は実に山積をしてございます。また再生可能エネルギーは安定電源とはなかなか言いにくいところがございまして、これを実際保管するとなりますと火力発電などによりますバックアップが実際必要になってまいります。あるいは風力の場合には新たな送電網の建設が必要になることも無視できないわけでございます。よくあの風力の場合にヨーロッパが ないいかとう例がよく出されます、まあ、その通りでございますがヨーロッパの場合には国土そのものが大平原でございまして天付の恵みであります偏西風が吹いてございますが残念ながら我が国は毎年台風に襲われる国土でございまして風力には早そ々うそう恵まれた地点はございません3番目の理由でございますが温暖化カスの削減効果が一番高いのがシナリオ20から25 でございますし化石燃料の依存を一番低くするのも同様に20から25でございますさらに1 k w ーの発電コスト送電対策コストにつきましても3つのシナリオの中では比較優位性がありますただしこの20から25のシナリオの中でもあの資料にございますように月1万円の電気料金がこのシナリオ20から25の場合でも1万4000円から1万8000円になる いう試算がすでに出されております。将来にわたりまして、税や社会保障の負担がの、まの、のきなみですね、上がる中、国民がさらにこの負担に耐えられるだろうかということにつきましては、私は少々疑問が残ります。最後に、油断という言葉に私は触れさせていただきたいと思います。話はちょっとずれますが、戦前我が国が昭和6年9月の満州事変から、 昭和16年12月の日米開戦に至るまで様々な歴史的な経過を経て最終的には1年後の選挙区の見通しが全く立たないままアメリカと先端を開き3年8ヶ月にわたる国民総動員の熾烈な戦いの果てに壊滅的な敗戦を迎えました。実に多くの戦闘員、非戦闘員が戦艦に倒れまして膨大な国府が怪陣に帰しました。 また関係省外国にも多くの戦争の爪痕を残念ながら残しました。今なお近隣諸国とはこのことが原因で残念ながら外交問題になることがございます。ご承知のようにこの無謀な対戦に対し最終的にその引き金を引かせましたのはアメリカが対日輸出、石油輸出禁止に踏み切ったことから当時ございました陸海軍の海軍の艦艇、陸海軍の航空兵力の運用ができない油が切れる この言葉でございまして、まさに、油断が、油が切れる油断そのものが、考え方によっては最終的に戦争を引き起こしたということに言えるのではないかと私は思います。翻ってみて、日米海戦の70年前と今と、それは政治経済も国際情勢も全く異なりますし、我が国は平和国家そのものです。しかし、よくよく目を凝らしてみればですね、 油が切れる、すなわち油断にも近い、エネルギーが切れる、エネルギー弾、さらには電気が切れる、電弾、一歩手前の状況に来ているのではないかと私は思います。それだけに国民各層が、このエネルギーの、これからのエネルギーのあり方に関します、シナリオの選択につきまして、 えー、3つの選択肢の中でぜひ客観的総合的にあるいは中長期的に捉えていただきまして20から25のシナリオに多くの国民の支持が集まりますことを切望するものでございますありがとうございましたありがとうございましたそれでは意見番号7番の方7番の方は15シナリオについての意見表明とお伺いしていますそれではよろしくお願いいたします 仙台市から来た新沼と申します、えっと、初めにあのちょっとお断りしないといけないんですが今まあ15%ということであのご案内いただいたんですが私の意見表明はです、ね、ゼロシナリオですね、まあ、何かの間違いです、まあ、間違い値がい私のインプットミスだったかもしれないですけども、まあ、そういう表明をさせていただくことをあの <laughs>、えー、ここでお断りいたします。で私はですねあの, <laughs>、えーまああの まあこの春まで素材メーカーの方で技術者として働いていた人間ですね、原子力にも技術的にかなりあの深く立ち入っております。で、えーまあ、私はあの地元がですね東松島市でございまして、であのまあ、再生、えーまあ、今回の復興に関わるためにです、ね、こちらの方に戻って、一般社団法人を立ち上げております。 であの再生可能エネルギーをも元にしたですね新しいその復興の都市づくりというものに関わりたいと思っております。それであの、まあ、仙台の方でですね今、再生可能エネルギーの勉強会をいろんな仲間としておりまして40、50 <laughs>、まあ、人ぐらいの仲間がおります。でちなみにですね私の仲間が ほ他に5人ぐらいです、ね、この公 <laughs> 聴会に意見表明を出しましたけれども、まあ、ことごとく <laughs> あの、えー、通過しなくてです、ね、私だけが通過した <laughs> ということでございます。で、まあ、私はですねあの、まあそあの、そういうことで、まあ、素材メーカーで原子力に関わったって言っておりましたけれども、女川、まあ、原発の,、まああのえー、配管とかですね、あの辺の品質管理を一手に引き受けて、 でそれだけまあそれだけに仕事に誇りも持っていましたしあの自分の地元のあれは原発ですからとにかくあのもう品質管理はあの非常に厳しい態度で臨んでおりましたで、まあ、それだけにですねあの去年の,あの3月の震災でその後の福島原発の事故あるいは非常にショックでした。で まあ事故そのものもさることながらえその,後のあのまの政府とかえ東電とかの対応まあそういうものを見た時にまあとてもじゃないけどまあ,ああいうことが起きたということはもう非常にあのえまあショックを受けました。であの要はあの品質管理まあ安全管理というものをあのしっかりなされればですね まあ原子力発電所というのは、まあ、技術的にはそれは安全に運転できるものだと思いますけれどもその安全管理というのはあの結局人が人,人がやってることなんですでその人が <laughs> にあのそのミスを犯せばですね <laughs> 犯すっていうことがあの可能性としては絶対にあり得るとであの <laughs>、まあ、まあ今まではあの まあよくこうテレビなんかでも、まあ、原発に限らずですねあの火力発電所の事故とかあるいはそのいろんな工場の、えー、石油化学工場の事故とかがあってこう火事が起きたりとかしますよね、まああいうことだってその,そのプラントを維持するためにですねあの安全管理はもう常日,日頃からみんなこう真剣にやってるわけですやっててもやっぱりその <laughs>、まあえー、設備ちゃんどんどん老朽化いたしますし あのそういった状況の中からなかなかその維持がするのは非常に難しくなってるというのが今の状況ですでそういう中でひとたび事故が起きてですね起きたとしたらあの原子力っていうのは普通のプラントとは違いますから去年の福島のようなあのような国土の何分の1も放射能に侵されるような そういった事態になってしまうとするならば、まあ、それを今後も動かすという選択自体あり得ないと思ってますですから <laughs> すべらからく原子力発電所原子力発電はもうゼロにすべきだとですから経済がどうのとかですねそういう話じゃない生命を守るためにゼロにまずすべきだと でそれをするときにあの電力は間違いなくそれはもちろん不足するでしょう。それはあの今の、えーまあ、ここにいる方々も含めて、まあ、国民の一人一人の今の生活っていうのは非常にその電力を過剰に使っているでそういう生活には慣れてますからそれを意識を根底から変えて で,できるだけ、えー、電気を使わない生活をするとで、そういうことをやった上で、私はあのゼロにするということは、えー、絶対に可能だと、そういうふうに思いますので、えーまあ、ここで、えーまあ、ゼロシナリオというのを、えー、表明させていただきます。以上です。ありがとうございました。 それでは意見番号8番の方8番の方は20から25シナリオについての意見表明とお伺いしておりますそれではよろしくお願いいたします、えー、神奈川県から参りました野瀬と申します、えー、大変厳しい国際競争にさらされているメーカーに勤めている会社員です、えー、本日は1国民として また2030年頃には社会に出るであろう2人の息子を持つ父親として意見を述べさせていただきます今回提示された3つのシナリオにつきましては課題が多いため条件付きで20から25シナリオを推すというのが私の立場ですまずはじめに各シナリオに共通する問題点を5点述べさせていただきますまず1点目は 国の成長戦略と今回分析のそごについてです。政府は日本再生の基本戦略において実質経済成長率2%を掲げているにもかかわらず、今回の検討では2010年代は1.1%、2020年代は0.8%の成長率を前提にエネルギーの供給構造を検討しています。政府として高い経済成長を目指しながら、 エネルギーの将来を見通す際には経済成長を低く抑える前提を置いたために発電電力量ではここ東北電力管内の発電量にほぼ匹敵する1000億キロワットアーものギャップが生じていますつまり成長戦略が実現した場合には大幅なエネルギー不足に見舞われる恐れがあるほか3つのシナリオ全てについて産業や国民生活への影響が 大幅に過小評価された分析となっていることにまず留意したいと思います2点目は省エネルギーの実現可能性についてです今回の検討では2030年までに GDP が20%増える一方省エネが20%実現することとなっていますつまり実力ベースではこれからの20年足らずで40%もの省エネを実現する あるいいいいは実現しななななければならないとということになっています通常 GDP と発電電力量には性の相関関係があり GDP が伸びると発電電力量も伸びていくものですが今回の分析では GDP が成長しても発電電力量は伸びていかないという有史以来初めての状況が描かれていますしかも例えばゼロシナリオを選択した場合には本日のご説明にもございましたけれども 省エネ性能に劣る設備機器の販売の禁止や制限、中心市街地へのガソリン車の乗り入れの制限など、国民生活に強い規制がかかることを受け入れなければならず、他のシナリオについてもその実現可能性には強い疑問を感じざるを得ません。3点目は再生可能エネルギーの実現可能性についてです。現在、水力を除けば実質0%に等しく、 コストが高く、しかも不安定な再生可能エネルギーを20年弱で急拡大させていくということが今回のシナリオの特徴になっています。現在、太陽光パネルが設置不可能な住宅を改修して1200万個のパネルを設置する。東京都の面積の2.2倍で風力発電を実施するなど、驚くような対策が列挙されていますが、これだけの設備を設置する場所がそもそもあるのか、 コスト低減に向けた技術開発や導入支援策は考えられているのか、お天気任せ、風任せで出力が安定しないという弱点を補うために、系統の増強やバックアップ電源を誰の負担でどう構えるのかなど、不明な点があまりにも多く、我が国のエネルギーの3分の1を再生可能エネルギーに依存するという計画が現実的であるとは思えません。 4点目は経済影響分析についてです。モデルによって数字に幅がございますが、自然体ケースとの比較において、GDP は2兆円から45兆円押し下げられ、電気料金は20%から100%、つまり2倍に上昇し、就業者数は0.2%から2.5%減少するなど、どのシナリオを選んでも、 産業の国際競争力が大きく脅かされ、働く場が縮小し、日々の生活が苦しくなるという姿が示されており、この点からも国民生活や雇用を守るべき政府が取り得るしないようとはとても思えません。最後は地球温暖化対策についてです。政府のホームページに載っておりますライトの分析資料によりますと、 CO2 を限界的に1トン削減するために必要な限界削減費用は他の先進国では数千円程度であるのに対し我が国では数万円かかるとされています。また各シナリオが GDP に与える影響のうち温室効果ガスの削減制約による影響は22兆円から36兆円にも上り 全体影響額の8割を占めることが示されています何故我が国の国民だけがこのように高額な負担を強いられなければならないのか国民生活を犠牲にしてまで高い削減目標を掲げたい理由は何なのか政府には国際公平性の観点からしっかりした説明をお願いしたいと思います。 以上が今回提示された3つのシナリオに共通する問題点についてです。次にシナリオの選択に関し意見を述べさせていただきます。エネルギーは国のインフラであり低コストで安定的なエネルギー供給は我が国産業並び,並びに国民生活にとって必要不可欠です。特にエネルギー資源に乏しく自給率が4%しかない我が国にとって エネルギー安全保障や地球温暖化の観点等も踏まえると原子力発電を含め多様なエネルギーの選択肢を確保することは必須であり私としてはゼロシナリオや15シナリオを支持することはできません一方先ほど述べましたように今回のシナリオには策定の根拠や考え方について多くの問題点があるため以下に述べます4つの条件が満たされるならば 20から25シナリオが選択肢となりうるのではないかというふうに考えます,1点目は小エネす。特に再生可能エネルギーにつきましては原子力や火力を代替する基幹電源にするためにはまだまだ時間がかかることから高効率化低コスト化に向けて技術開発を進める必要があると思います。 2点目は、この結果、当面頼らざるを得ない火力発電の重要性について、きちんとした議論を行い、コストや燃料調達の安定性等を踏まえて、その最適な活用を検討していくことです。3点目は、福島原発の事故原因の徹底的な究明と、原発の安全性確保に向けて、官民の英知を結集すること。 同時に政府が原発に対する国民の信頼を回復させることが非常に重要であると考えます。4点目は実現可能性、国民負担の妥当性、国際的公平性の観点から結論ありきではない地球温暖化対策の中期目標を検討することです。今回の分析結果を見ましても CO2 の排出削減レベルが厳しすぎると思われ、 ここを変えることによって全体の絵姿は大きく変わるものと感じております。以上、まとめさせていただきますと、資源の体操を海外に依存している我が国において、1億3000万人の国民が働く場を得て、平和で豊かな生活を続けるためには、健全な経済成長が不可欠であり、そのためにもエネルギーを安定供給する体制を作り上げなければなりません。政府には 製造業の海外移転が加速し、産業や雇用の空洞化が決定的になる前に、電力をはじめとするエネルギーの盤石な安定供給体制を一刻も早く再構築していただくとともに、内外の動向を踏まえて、一定期間ごとに PDCA サイクルを回す仕組みを構築していただくことをお願いしたいと思います。 それでは、それでは意見番号9番の方、9番の方はゼロシナリオについての意見表明とお伺いしております。それではお願いいたします。はい、えー、私あの宮城県富谷町に住んでおります向井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、私の意見は、えー、ゼロゼロシナリオを推進すべきであるというものです。 エネルギーシナリオの選択の重要となる4つの視点というのが今日の資料の中にありましたけれども、その視点からあくまでも一消費者、一主婦としての意見を述べさせていただきたいと思います。私は専門家ではありませんので、それぞれのシナリオの数値を読み解くということはとても詳しくできませんので、その点だけはお断りしておきます。まず、1番の原子力の安全性の確保についてということです。 えこの点はえ15とか25のシナリオで本当に安全が確保できるのかというところに大きな疑問があります。畑村陽太郎先生の失敗学の進めという中でも取り上げていますように失敗を次に活かしていくことが必要であります。まさしく今回の福島の原子力発電での事故は失敗が教えてくれたものであるというふうに思っています。 他のシナリオでは、えー、リスクを最小限化するっていうふうにありますけれども、事故発生時にこれだけの被害が大きくなったものが立証されているもので、果たしてリスクを最小限化するというふうに言い切れるものなのでしょうか本当に疑問です、えー。事故発生時に人間の手で速やかに解決できないものを、大手を挙げて、えー 推進していくというふうに考えることができるんでしょうか。廃止にあたっては、老朽化したものや地震危険地帯にあるものは即座に中止、廃止、それ以外もできるだけ早い時期に廃止すべきであるというふうに考えています。地震が起きるたびに、女川は大丈夫なのか、福島は大丈夫なのか、というふうに考えているのは私だけでしょうか。きっと会場におられる皆さん、 その通りだと思いますありがとうございます。2番目のエネルギーの安全保障の強化という点について、確かに世界のエネルギー事情は不確実だというふうに思っています。しかし、再生可能エネルギーにシフトするなど、国民全体がそれを理解して行動していくということが必要だということは、私たちも重々理解しているというふうに思います。 3番目の地球温暖化解決への貢献ですが、地球温暖化も放射能も大変大きな問題だというふうに思っています。CO2-25% というシナリオは、えー、原発事故発生以前のものです。私も環境家計簿をつけたりして CO2 を意識しているつもりですけれども、 家で使う電気よりも自動車と自動車を利用するときのガソリンが大きな割合を占めているなどというふうに理解をしています。企業は技術力を高め効率的にエネルギーを利用することを国民に率先して提案していくこと、国民もより効率の良いエネルギー利用を意識して推進していくべきだというふうに考えています。 4番目ですが、コストの抑制、空洞化防止。これも大きな問題だと思いますが、この点に関しましては、職業産業の空洞化を避けるように、企業の努力を望みたいと思います、えー。経済的に合わないから、国外に出ていく。こんなことを考えるのだけはやめてください。資産を見ると、発電コストは他のシナリオに比べて1円の差です。再生可能エネルギーに投資を行い、 その差を埋めるように対策をしてください。また、国民の負担が上がると先ほどから随分強調されていますが、すべてを国民に押し付けるのではなく、企業も含め努力をしていきましょう。以上、提案されていた4つの重点について意見を述べていますが、この議論のもとになっているのは、原子力が絶対に安全だという前提です。しかし、今回の事故により、 自然災害とはいえ、絶対というものはありえないということに国民は気づきました。福島第一原発の事故は人災とも言われていますけれども、他の発電所でも起こり得る可能性があります。使用済み核燃料の処理が未確実であることなどの問題点もあります。そして、脱原発を求める声は日本中に広がっています。 私たちは東北に住む者として、また被災者として、今回の事故により不安に怯える日々を過ごしました。宮城は女川の原発も抱えています。我が家の子供たちは東京にいますけれども、関西にある夫の自宅に行きました。それだけ放射線の恐ろしさに日本中が震え上がったとも言える出来事だったんです。小さいお子さんをお持ちの方は、なおさらなこと、切実な問題でした。 そして今なお生産者は風評被害に苦しんでいます。検査の結果が大丈夫だと出ていても消費者はなるべく遠くの産地の商品を選ぼうとします。生協の活動を通じて福島を応援しています。しかし以前のような利用にはつながっていません。繰り返しますがこれらの問題はどこの地域にいても起こりうることです。 失敗が教えてくれたことを無駄にしてはいけません。たとえ十五パーセントであろうと、十五パーセントであろうと。危機にさらされ、日本経済を危機に落陥れる可能性は。これからも続くものと考えて、ゼロシナリオに賛成します。ありがとうございました。ありがとうございました。これで予定していた方々からの意見表明はすべて終了いたしました。 前にお越しいただきました意見表明者の皆様の中でこれまでの発言内容についてのご意見、ご感想がありましたらお一人様2分以内で表明をいただきたいと思いますが9名の皆様の中で改めて発言をされたい方いらっしゃいましたら挙手をいただけますでしょうかはいありがとうございますそれでは5番の方でしょうかよろしくお願いいたします。ええー そうですね、あの先ほどあの、今回の、えー、人選について、えーまあ、あるあのバイアスがあったんじゃないかというご意見がありましたが、多分私はそうではなくて、公正にやられたと思います、おそらく東北からは誰も15からとかあり、20、25って方はいなくて <laughs>、えー、結果的に東京の方、あるいは会社の組織票等の方が選ばれたということで、多分あの抽選自体は厳正にやられたんじゃないかと思います。えー、こうした場で 経済成長がしたい、電気代安く、負担は嫌だ、えー、その結果として、ごみが次世代将来世代に、えー、押し付けられてもいいと考える方があの本当にいるとはあまり思いたくありません、えー、もう一つはその、えー、原発立地圏ではない東京、仮関東が来られて、今でも原発に苦しむ東北の方々に対して、えー、原発我慢してね、東京ではおかげさまで電気使えるからねということを、自らの意思で来られているとも思いたくありません。 あの日本人はもう少しあの、えー、前向きで、えー、いろいろなことに、今回の困難に対してもあの、国民の意見としては、おそらく家内の方がゼロシナリオ、これも来年ゼロと言ってるわけではありませんので、来年ゼロもいいと思いますけれども、2030年の話ですので、もし来年何パーセント稼働しましょうかっていう質問であれば、真面目に15%か20%かゼロかっていうことを、かなりきちんと議論する必要があると思いますけれども、2030年において、 中にはその新たに原発も作り直して25%を維持しようということを選択肢に上がるということが非常に不思議です、コストから言っても原発ゼロから作,り出し作るんであれば割に合わないということがもうはっきりしていて、枝野大臣も前回、どこかの講演会で原発が全く割に合わないということをおっしゃっていますが、それをまあ一つの選択肢に置いた形での議論というのは非常に疑問でございます。 ただいずれにしましても、えー、このやり方があの原発ゼロが3人で、原発15から25%が6人という、この意見表明という形自体も非常にあの不本意ではありますけれども、なるべくあの国民の,あの本当の意見をででき、できれば国民投票なども含めて、ですねきちんと聞,く聞けるような体制を、えー、ぜひ検討いただきたいと思いまますす、えー、政府を信じたたいいいいと思いますので1つよろししくお願いいたします。 5番の方ありがとうございましたその他一番からよそれでは6番の方お願いします、えー、あの関口でございます、えー、3.11の福島第一原子力発電所の事故がございまして確かにあってはならない大事故でございましたので原子力に対する厳しい目が国民全体に及んでいることは重々承知をしております いろいろ話の中でお聞きしている中で、えーまあ、例えばその電気が足りない場合エネルギーが足りない場合20年前、30年前あるいはあの時代に戻ればいいではないかと、まあ、確かにこれも1つの選択肢としてはあります否定はしませんしかし国民の全員がそういう形で20年前、30年前の世界に果たして戻れるかということを冷静に考えになっていただきたいと思います。現在今お持ちのパソコンン携帯インターネット ない30年前に今ここにいる方が一体戻れるでしょうかそういったことを考えれば戻れる人はよっぽどあの、まああのー、普通はだいたい戻れないと思うんですねいや話を聞いてください話を聞いてください民主主義というのは人の話をしっかり聞くことが民主主義の少なくともルールのはずですもう一つお話をします、あのー、負担の話は確かにありました自分もしました で今現在、おおよそ国民の平均的な一世帯当たりの年収は550万というのがたい今の平均的な姿でございます。しかし、550万以下の方が実際は世帯の6割にも達してございます。そういった中で政府が今回示したものは、電気料金が月1万円が場合によっては月2万円になるわけでございますから毎、毎年の負担が12万から24万になってしまう。 そういったことが本当に国民が等しく全部負担できるんだろうかということを冷静になって私はあの考えていくべきではないかなとこう思いますいろいろあの出る数値がございましてそれはあの見方考え方によってあることは否定をいたしませんがあ少なくともその冷静に客観的にそしてえ将来を見据えて考えていただきたいというのが私の意見でございますありがとうございました。番番のの方方よりご意見をそれでは2番の方どうぞ あえー、と2分間だけ付け加わさせてもらいます、えっと、5番の方と内容がかぶるというのはあまりにもかぶりすぎていたので私、本当にあの人選をなんか疑われるんじゃないかというぐらいあのまさか音からまでかぶるとは思ってなかったのでちょっとびっくりしました私も金曜日の朝に言われてこの2日間ほとんど寝ないであれを作ったみたいな形ですですから、多分んどういう意図で選ばれたか分かりませんが私は別になんか誰かから送られてきたわけではありません 焦ってつくここに来た人の一人ですのでそれで、えー、っと今おっしゃったように私が言ったように90歳ヒアリングだとか昔の世界のエネルギー負荷の少ない暮らし方をしましょうというのは無理があるでしょうと、はい、無理があると思います今、携帯電話を使うのをやめろとか PC 使うのをやめましょうと言われてもこれはできないもう一度手にした利便性というのは戻らない不可逆,不可逆性というのはこれは認めないといけないんです。ただそれをどう使う使か っていうのは僕ら次第ですずっとそれ携帯電話を使いっぱなしにするのか電気はつけっぱなしにするのかそこの選択を僕らはこれからしなきゃ今までは政府の方々にこれしてください、あれしてください値上げは嫌ですとか言ってたんですけど今度は違います、これからは我々がある意味、覚悟を持って総論反対、あゃあ総論賛成、核論反対をやってたら前に進まないのがこの国ですから我々国民の方から覚悟しますからちゃんとビジョンを示してくださいと。 いうゼロでやりましょうっていうことをはっきり言ってくださいでそういうあのいわゆる昔の政治家は大きな大論を掲げて日本を引っ張ってきました今は違うんじゃないでしょうか今僕ら国民はそれを待ってますで世界も多分日本がそれを言うのを待ってるんじゃないかと僕は思いますなので、えー、っとどうか皆さんあの心を一つにできるようなそしてその今夢のない世代世界 とか世代とか言ってますけども、夢を持てるようなビジョンを掲げてください。15パーセントはします。20パーセント見ます。僕は夢は見れません。それではよろしくお願いします。2>, 2番の方ありがとうございました。では3番の方お願いします。あの私は20から25シナリオあの前提条件付きではございますが。 一番好ましいと思っております。それであの今ほど出ました原子力発電のゼロシナリオに関してやっぱり申し上げておきたいと思います。あのエネルギー資源に乏しい反面ですね、やはり日本の経済社会というのは非常に。 高度に発展しておりますので、従来どおりの生活水準を維持するというのも、これも私はあの基本的なです、ね、国の方針になると思いますので、省エネだけではなくて、低廉かつ安定的なエネルギー確保が必須の課題だと思います。従いまして、原子力発電をエネルギーの選択肢から全く除いてしまうということはです、ね、望ましくないと考えます。それからあの、まだ時間ございますので、もう1点だけ申し上げたいと思います。 あのこれはあの3つのシナリオに共通でございますが、再生可能エネルギーの導入量と省エネの規模でございますね。これにつきましては、今現在持っているあの野心的だと言われているエネルギー基本計画の目標をですね、さらに上回るものとなっております。もちろんこの再生可能エネルギー、あるいは省エネルギーは先ほどからあいろんな方がご発言しているように、産業育成の面からも有望ではありますけれども、 経済面技術面いろいろな課題がありますのでやはり今回示された再生可能エネルギーと省エネルギーの導入の規模ですねこれについて実現可能性を慎重に見極めるというスタンスは大事なことだと思っております以上でございますさあ、他の皆様ご意見はいかがでしょうかただいま4名の皆様から意見表明いただきましたその他の皆様改めてご意見ございますでしょうか それではせっかくですので、お時間がございます、挙手をされなかった皆様からも、よろしければ一言ずつ頂戴したいと思います、一番の方、ご感想も含め、お願いします、はい、えー、っと、東京から来ただけで、えー、いいよと言われますけど、私、墓参りに来てるんです、東京から。で、えー、まあ、ついでと言っちゃなんですけど、せっかく来るんで、意見を言いたいということで、言うたら当選したということなんで、えー、っと、 見た目だけでダメとかですねお前なんだって言われるのはちょっとどうかなとあの自分の意見が正しくてそうじゃないやつはっていうのを大声で言ってしまうのは発言するチャンスを公平に与えないっていうことになるんじゃないかと思って非常にえ残念です意識の高い方が来られてると思ってただけにえ余計に残念ですであの 今日いろいろ意見を聞かせてもらって、ですねあの非常に難しい問題を今、我々取り扱っているというようなことはよく分かりました。で、えー、っと今日私以外もいろんな方が意見を言っていただいて、えー、覚悟を決めるための前提とかですね、な、ま、ん、あ、ですか、バブル前に戻ったらいいじゃないみたいな話もですね。 ホームページ上で分かるようにしていただけたらなと思いますあのここに来られてる方はたぶん本当によく見てていろんな思いもあってやってると思うんですけど僕の家族やなんやはたぶんピンときてないし分かんない人の方が多いと思うんですだから0でも25でもこんだけの負担がかかるんだよとかこんなことになるかもしれないよっていう、まあ、国民が覚悟を決めるための情報を分かりやすく。 えー、ホームページ、あとあのホームページ見ない人も多いんじゃないかなと思うんで、あの積極的にですねテレビとかそんなところでいろんなことを言ってもらえ、国の方からね説明してもらえたら、もうちょっとみんな理解が進んで、納得した上で進めるんじゃないかなというふうに思いました。以上でですすあありががとううございいまましした4番の方はいかがでしょうかょ まああの仙台熱ですね。あのせっかくこういうチャンスがあったんで、まあ実は私たくさん申し込みました。で 結果としてここが当たったんですけども、あのという意味であの、やっぱりそうは言ってもあの、今回のせっかくのエネルギー政策を白紙から見直すという非常に貴重なチャンスだったんで、これについては、あの組織がどうのとかではなくて、私個人の意見をぜひ皆様の前であの一度はお話ししてみたいということで、今回申し込んでおります。であのじゃあ結果的にに今日あの中に来てこここのの場でで直接皆様の顔を見ながらですねう、えー、ういうかあの会合をも こよう持つこととと、によって、えー、考えが変わるかというとやはり,あのー、えやっぱりエネルギーの安定供給が必要だということについては、えー、ここはのどうしても譲れないポイントでございます。でそれは確かに、あのー、原発のサイトが、あのー、ある部分に集中しているある、あのー、原発に限らず大型電源のサイトが集中しているというのは、まあ、これは確かにあの事実ではございますけれどもそれはあのー、今までのいろんな歴史の中でそれぞれ役割分担をしてきたというような そういう中で、あのそれをあのい,いっぺんにあの極端なアクションを取るということは,やはりあの非常に時間をかけて作り上げてきたこのエネルギーミックスこれをです、ね、あのいっぺんにあの、うん、チャラにしてしまう。 というのはやはり、安定な経済成長、あるいは社会の続持続的な成長を続けていくためには、やはり乱暴な選択ではなかろうかなと、やはりあのいろんなことは、視点はあるかと思いますけれども、やはりあの長期的に、あるいはえそういう意味であの冷静な議論を続けていきたいと考えております、ありがとうございました。ありががとううごごござざいいいまましししたた番の方いかがでしょうかでょ一言ご意見ございましたら まあの先ほど最後にも言いましたけれども <laughs> あのやっぱりまあまあ電力を使用するレベルを今のまま維持するんだという前提に立ったらそれはその原発をあのゼロにするうちは難しくなってきますけれどもだからそれはその <laughs> あのまあまあ生活が一今より不便になるのかっていうその,その電力のまあ 要はその,あの一晩中コンビニエンスストアがこう高校と電気つけてたりとかですねあるいは、まあ、トイレあったかくしてたりとかですね、まあ、夜中でも風呂に入れるようにするとかですね深夜にですねそれが本当にその便利なのかということをこう一生考えてほしいんですね。でそういういことをあの をあを根底から考えて、まあ、電力を最小限利用することにするとそうすれば再生エネルギーだけで少なくとも家庭で生活することは十分できるはずなんですでそういうことを我々、まあ、ああ今あの仙台の NPO で勉強会やってますので、まあ、ぜひそういうところに皆さんも参加していただいてですね。で我々だけじゃなくていろんなところが勉強会してますから。あの 少なくとも東北の人間は一番こうねにた意識高くなってると思いますので。東北からエネルギーのシフトを進めていきましょう以上です。ありがとうございました。八番の方いかがでしょうか。えー、さすがあのここは東北というだけでですね。原発に対する皆様の厳しい思いをですね。会場にいるだけにひしひしと感じることができました。 ただしあの私自身はですね、今いろいろ自分でも勉強しているところなんですが、あの福島原発を機会にいろんなことは考えなければいけないと思いますけれども、一方で、えー、これ基本問題委員会の中でも議論が出ておりましたけれども、防衛の面ではアメリカの核の傘に守られていながらという状況をどう考えるか、あるいは日本で原発はゼロを目指すというお考えがあるのは理解しつつもですね、 お隣の中国ではですね、現在30発以上の、三十基以上のですね、原発の増設を計画していると。何かあったら、その影響は当然、この日本にも及ぶわけです。ということも踏まえるとですね、やっぱりあのこの問題というのは非常に難しいなというのを本日も痛感した次第です。ただ、一方でですね、えー、今回のエネルギーと環境の選択肢に関しましては、 私も意見の中で述べさせていただいたつもりなんですが原子力発電のパーセンテージでシナリオが分けられてますのでどうしてもそこに皆さんの意識がいっているように思えるのですけれども実際は省エネルギーの中身がどうなのか再生可能エネルギーって本当にあそこまでできるのかほとんど議論に出てきませんけれども化石燃料をどう考えるのか。 それからエネルギーの裏側であります地球温暖化問題への取り組みをどう考えるのか非常に難しい問題がミックスされておりますのでそういう視点も含めてですね国民的な議論がもっと深まっていけばいいなというふうに感じました。以上でですすそれでは9番の方お願いします、えー あのこ,この,あの聴取会があるっていうふうに、えー、情報がありましてからここまでの期間のどれだけ短かったことか、えー、皆さんあの私の周りの人もいっぱい申し込んだんですけどもなぜか当選したのは私だけっていうことで本当にあのこれだけの,あの皆さん関心ある中でこれだけの人数でいいのか。 ということに今あの、改めてです、ね、ちょっと憤りを感じているというのが今の状況です。で、全国で11か所あるっていうけれども、ここで集まっている、この会場に集まっているのは100人ぐらいっていうふうにお聞きしていますで、インターネット中継もあるっていうことですけども、インターネットを持っていない人だっていっぱいいるんですね。 でパ,ブあのパブリックコメントでも何でもインターネットで今、取っているんですけれど、えー、そういうできない人もいっぱいいるけどもいっぱいいろんなことを考えている人は本当に真面目に考えている人たくさんいるんですそういう方の意見も聞くっていうのがあの非常に今回の選択を説明するっていうことについては非常に大事だと思いますですからこういった限られた中あのこの中で議論するのはやめていただきたいっていうふうに私はあの今、思います。 でですすので、えー、よろししくお願いしたいいたと思いますでもう一つお話ししたいのは、えー、消費者の権利というのを皆さんご存知でしょうか消費者には8つの権利があるんですがその中にはまず一番目に安全である権利というのがあります安全でないものを私たちに押し付けるのはやめてくださいということを最後に言いたいと思います今日はありがとうございました皆様誠にありがとうございました それでは最後に細野環境大臣からご挨拶を申し上げま,す、えー、まずあの本日ですね、あのそれぞれあのプレゼンテーションをしていただきました9名の皆さんに心よりあの感謝申し上げます。 あの事前の,あのお知らせがです、ね、あの非常にあの直前になってしまいましたのでご準備も大変だったという話を多くの方がされていました、まあ、そういった中あの、いろんな準備をしていただいてすべ、えー、ての方の話を私、しっかり聞かせていただきましたけれどもそれぞれ大変あのこれまでのご,ご,ご経験を踏まえてあの建設的なご意見、えー、新たな視点いろんなものをご提供いただいたというふうに思っております本当にありがとうございます。 また、あの、今日、集まりをいただきましたすべての皆さんにも、あの、感謝を申し上げたいと思います。あの、ウェブでも、これは中継をさせていただいておりまして。 あの確かにすべての皆さんに見ていただいて、すべての皆さんにご意見をいただけないのは、こういう会合のです、ね、限界上、まあ、どうしても、えー、あるわけでありますけれども、そういう中でお集まりをいただいたすべての皆さんにあの、これより感謝を申し上げます。今日あの皆さんのお話を伺っておりまして、これまで政府が検討してきた中で、例えば欠けていた視点とか、えー、ウェブ上で出している資料の改善の余地がもっとあるのではないか。 そのことも含めて、ですね大いに今回、こういう形でやらせていただいて、改善すべき点もあるなというふうに感じました。特に今日改めて私も感じましたのは、東北の皆さんがですねこれだけ今回の原発の事故でどれだけ傷ついたか、そのことを改めて今日この会場を来てです、ね、で私自身も感じることになりました。 分あの,多分あの自分も意見を表明したいという方がたくさんいらっしゃると思います大変皆さんには、えー、本当に制約があって申し訳ないんですがあのここに私も参りましたので皆さんの雰囲気とですねそしてできればあのアンケート用紙がございますのでそこにそれぞれあの皆さんのお考えを書いていただければそれはあの私は、えー、全部読ませていただいて、えー、その皆さんの思いというのは受け止めた上で エネルギーの政策について議論を深めてまいりたいというふうに思っております重ねてですねご協力をいただいたすべての皆さんに心より感謝を申し上げまして挨拶に変えたいと思います本当にありがとうございました長野大臣ありがとうございました以上をもちまして エネルギー、環境の選択肢に関する意見聴取会を終了させていただきます。意見表明者の皆様、誠にありがとうございました。また会場にお集まりいただきました皆様も誠にありがとうございました。本日お帰りの際にはぜひアンケートにご記入をいただきまして、出口によります係の者にお渡しいただけますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。またお帰りの際、どうぞお忘れ物のございませんよう、お気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。